ボンジュー、フランス、ナント在住のノリです。今日の、ね、動画はですね、我が家のルームツアーをねしたいなと思うんですけれど、ここにね引っ越してきた当初、約2年前ぐらいなんですけど、そこでね部屋の紹介っていうのは1回していて、まあ、ただね家具とか全然入ってない状態だったので、まあ、今ね住んで約2年経って、でなんとなくね、まあまだ私の理想には全然届いてないんだけど、なんとなくこう整ってきたかなっていう状態なので、今のね状態の我が家を紹介したいと思います。部屋のね紹介をしつつ、私たちが使ってる家具とか、あと家電とかのね、まあ、どういうの使ってるとかっていう紹介もしたいなって思うんですけど、でね、これから部屋を取っていくんですけど、基本的にうちはね、いつもこんなに綺麗ではないです今日ねさっきすごい掃除しました。掃除したっていうかすごい片付けました。やっぱりね子供2人いるとね、もう1時間子供たちが好き放題したらもうすごいことになるのでね、まあ、お子さんいる家庭はご存知だと思うんですけど、まあ、今ね子供たちが家にいないっていう状況でもバーッと片付けてっていうね状態の我が家をお見せしたいと思います。まあ、いつものねこうごちゃっとした我が家はね、普段の Vlog の方でねちょこちょこは映っているんだけど、そう、これからお見せするのは、すごい掃除したよ、片付けしたよっていうことだけお先にお伝えしておきます。まずねこんな感じでリビングがあるんですけど、まあ、ここにダイニングがあって、で私のワークスペースがあって、でこっちにソファーみたいな感じですね。そう、こんな感じのリビングスペースになっております。部屋の広さとしては多分16畳ぐらいかな。でこれはリビングにある一つ目の家具で、まあ、飾り棚みたいな感じで使っていますね。普段使う小物系のものはこういうとこに収納してたりとかして、なんかこう携帯の充電とかはねこの辺でしてたりした、とリモコン系もここに入れてたりしますね。このねスピーカーは引っ越してきてすぐ買って、でこのプロジェクターはね前も動画で紹介したけど、そうそう、本当にうちほぼ毎日使ってますね。でこれはミキが生まれた時の写真ですね。やっぱ顔すごい変わりますよね。でこれはケイ画伯が描いた絵で、そうこれをね壁に飾ろうって言ってて、そう廊下にね飾る予定なんですけど、まだつけてなくて一時的にねここに乗っけてます。でねこの棚はですね、ティカムーンっていうブランドで、まあ、ネットで買ったんだけど、すごいかっこいいなと思って、そうネットで買ったんですよね。ちなみに後でも紹介しますけど、ベッドのフレームも同じティカムーンっていうブランドのものをね買いました。でねこっちのテーブルとか椅子は前の家で使ってたやつをそのまま持ってきてて、まあ、これはパートナーがね前の家を一人で住み始めた時に買った、ネットで買ったらしいです。でミキのねこの赤ちゃん用の椅子、たまにね質問いただくんですけど、イタリアのねメーカーの椅子なんですよね。これ K の時に買ってね引き続き使ってます。でこれはねラフドゥッツっていうフランスのね割と大手のネットサイトで買ったテーブルで、まあ、本当はこのソファーの前に置きたいんですけど、このねクッションマット、まあ、ミキのために買ったんだけど、これの上にねこのテーブルを置くと足の跡がねついちゃうから置けないんですよね。そうこれはねなんかイギリスのなんかメーカーのものをネットで買ったんですけど、これね結構デザイン可愛いなって思ったんだけど、結構こうなんか剥がれてきちゃってて、まだ買ってから3、4ヶ月ぐらいしか経ってないんだけど、そう剥がれてきちゃって、デザインは可愛いんだけどちょっと質的に残念かなって感じで、このソファーはここを引っ越してきてから買ったやつで、これねソファーベッドになるんですよ。この引き出しのところを引っ張って持ち上げるとベッドになって、その上に薄いマットレスを引けばここで2人ぐらい大人2人寝れるっていう感じで、これもね前の家で飾ってたやつをそのまま持ってきて、これ最近ねやっとつけました。
で、ここがね、普段私が仕事してる場所になります。で、いつもね、ここで YouTube を作ったりしてて、まあ、このね、マイクでナレーション撮りをしていたりします。最近ね、このマイク買い替えたんですけど、はい、っていう感じですね。で、リビングダイニングの横にキッチンがこうあるんですけど、そう、前までね、ここに机置いてたんですけど、掃除ロボットをね、ついに我が家もデビューしたんですよね。ちなみにこれ水拭きもできるやつで、もうすごい床がね、綺麗になって、うちはね、すごい大活躍しております。これはね、ちょうどミキがハイハイする直前ぐらいに買って、でまあね、せっかくね、こうハイハイしてね、いろんなとこ本当に出歩くから、まあね、床きれいな方がいいかなと思って買いました。でね、キッチンに関してはもう、あの、前にもね、去年か、ちょうど1年ぐらい前に、あの、キッチン紹介したんですけど、もしね、見ていない方は見ていただきたいんですけど、そう、そこで詳しくキッチンの紹介をしていまして、うちはね、別にウォーターサーバーとか別に契約してないんだけど、最近この大きいボトルをよく買うようにしてて、まあ、というのはね、ミキのミルク作りでね、やっぱお水が割と大量に必要になるから、そう、この8リットル入りのやつをね、こうやって横に倒しておけば、ここでね、こうやってここを押すと、このままジャーって流れるようになってて、まあ、ウォーターサーバー風に使えるっていうことなので、しかもこれで、値段としてはこれ1本 2. 何ユーロとかっていう感じだったと思います。そうで、一応ね、これは家族のこう情報共有のカレンダーはここにあって、まあ、自分ここ出張行きますみたいなとかね、この日に予定ありますみたいなのはここに書くようにしてますね。そうで、子どもたちのおもちゃはこのボックスにね、基本的に片付けるようにしてて、まあ、ここにね、収まりきらない分は部屋にね、子供たちの部屋に持ってって片付けてっていう感じで、まあ、あとはね、このテーブルの下にもね、もう一部あったりするんですけど、まあ、基本的にここに収まらないやつは上に持ってくようにしてます。ソファーからはね、こんな感じで部屋が見渡せます。このね、窓からの景色がもうすごい良くて、まあ、そこにね、惚れ込んで、このね、アパルトマンを買いました。で、リビングダイニングにね、こう廊下が続いてるんですけど、ここがね、玄関になってて、あとはね、上に続く、こう、うちにメゾネットなんで、こう階段あるんですけど、でね、この玄関入ってすぐ横のね、階段下のスペースは、まあ、食料庫みたいな感じで、まあ、食材の、まあ、瓶とか缶とか、あとは子どものね、こう外に行った時に食べる用の離乳食だったりとかね、そういうのをここにストックしてます。で、玄関横にね、こんな感じでちっちゃい棚を先日つけたんですけど、これはね、ネットで買った板を取り付けて、で、これも別で買って、そのフックつけて、こう鍵つけられるようにしてみたいな感じ で、これね、前の動画でも紹介したんだけど、無印のアルマ布団で、これはね、フランスのメゾン・ドゥ・モンドっていうお店で買った気がします。で、こんな感じで、これはね、前の家で使ってたやつで、で、ここトイレなんですけど、で、こちらがトイレで、ちょっとトイレね、結構広いんですけど、このね、棚つけて一部ね、収納スペースを作っていて、まあ、主にこう掃除用具とかをここに入れてたりします。で、こっちに進むとですね、ここが夫婦の寝室になるんですけど、この鏡はね、もともと玄関入ってすぐの廊下のとこに置いてたんですけど、ミキがね、もう動き回って本当倒しちゃいそうで危ないので、こっちにね、移動してきまして、このね、ベッドの横にこの植物なんですけど、これもね、リビングに置いてたんだけど、もうミキがね、なんかこれ、この中のさ、つぶつぶのやつとか食べちゃいそうで、もう怖くてこっちに移動させました。そう、本当はね、リビングに緑置きたいんですけど、そう、危なくって、そう、いろんなものがこちらに避難してますね。で、さっき言いましたけど、このね、ベッドフレーム、これがあのティカムーンっていうサイトで買った、そう、結構この木のね、色味とかこのデザイン好きで、かっこいいなと思って買いました。で、こちらが私とパートナーの、まあ、クローゼットですね。この裏にね、一式お洋服とか、あ
あと靴とかもねここに入れてあります。でこっちはねシャワールームがついてるんですけど、今全然片付けてないのと、あとね前に撮った動画から全然変わってないので、あの興味のある方はね前の動画見ていただければと思います。で最近ねミキが階段が登れるようになってきたので、この柵をね取り付けました。でねこうやって階段を上がっていきますとですね、こっちにランドリールーム兼もう一つシャワールームがあって、まあ、トイレがあって、こっちに納戸がありまして、そう、まあ、ごっちゃごちゃなんですけど、まあ、基本的に今使わないものだったりとか旅行時に使うものとかをも一式ここに入れております。このね掛け軸は私の母の友人が送ってくれたものです。でね、ここに本棚があって、そうでもねまだまだ本棚足りないから、1階にもね別の本棚買っておきたいなと思っています。でこっちがですね子供たちのお部屋になって、まあ、ちっちゃい本棚があったり、でこれが K の秘密基地ベッドですね。これ前も動画でご紹介しましたけれども、でこれは赤ちゃんベッドで、今ミキがこっちに寝てて、そうミキとケイ今一緒の部屋で寝てるんですよね。このマットはケイが生まれた時に買ったのかな。そうでこのベッドはケイが生まれた時に中古で買って80ユーロぐらいで買ったんですけど、でも物としては多分10年前ぐらいのものらしいんですけど、まあミキをね引き続き使ってます。これはね前に家族でモンサンメッシェル行った時に記念に買いました。これもねケイが生まれてから、そう前の家住んでた時に買いましたね。やっぱり、ね、基本的にはねフランス語の本が多いんですけど、まあ、日本帰った時にねちょこちょこ買うようにはしてるんですけど、まあ、日本語の本とフランス語の本を夜ね読んでいたりします。で2階でねこんな感じでテラスがあって、でまあ、晴れてる日はね洗濯物の外で干したりするし、そうじゃない時はもう乾燥機かけちゃうんですけど、そう今フランスね水不足で、そうあんまりねやっぱ水をねジャブジャブ使いたくないっていうのもあって、もう結構枯れてきちゃってますね。で子供たちの部屋の隣がもう一部屋あるんですけど、前のねルームツアーの時はこっちも紹介したんですけど、今こっちでねここがパートナーのオフィスになってて、今中でね仕事してるから、まあ、中には入らないんだけど、そう今は彼の仕事部屋になってて、子供たちがねもうちょっと大きくなったらそれぞれの別の部屋っていう感じなんだけど、今はねこうやって一緒に寝てもらってます。はい、ということでね今日は我が家のね家具が入ってからのルームツアーをさせていただいたんですけれども、いかがでしたでしょうか。うちね結構物少ない方だと思うんですよ。っていうのはやっぱりこう使わなくなったものは積極的にリサイクルに出したりとか売ったりだとか人にあげたりとかってしていて、使わなくなったものは家に置いておかないように意識して暮らしてはいますね。で物少ないんですけど、別に私たちはそのミニマリストってわけでもなくって、単純に使わないものは手放そうっていうスタイルだし、個人的にはこう家の中の生活感はもうちょっと欲しいと思っていて、なんか小ざっぱりしすぎてる感じがするんですよ個人的には。そうだから私はもうちょっとこう生活感のあふれる部屋の雰囲気にしていきたいんですけど、まだねその途中なんですよね。そうなんかたまに家の中見ると、そうなんかちょっとまだ寂しい気がしてる、感じが個人的にしてて、でもね最近ねやっとちゃんとポスターとか絵画とか壁にかけるようにしてから、まあ、それはねだいぶ薄れたんだけど、 それでもねもうちょっと自分的には生活感が欲しいと思っています。今日はねうちにある家具とか、まあ、家電とかね紹介させてもらったんだけど、もしね気になるものだったりとか質問とかありましたらコメント欄でね教えていただけると嬉しいです。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。